どういう人が弁護士に向いているのか5つあるんですけれども、1時間ぐらいかかるのはごく普通のことで、場合によっては2時間、3時間ということもあるんですね。したがって大事な要素になると思います。裁判で勝つ負けるというのはほとんど多くの場合弁護士の〇〇で裁判の勝ち負け決まってきますので、重要な能力です。いい結果を残すという意味で無視できないかなり重要な要素、何かというとですね、勝負事が好きな人ですね。はい、皆さん、弁護士の金崎です。本日はですね、どういう人が弁護士に向いているのかということをお話ししたいと思います。全部で、5つあるんですけれども、まず1番目はですね、議論が好きな人ですね。はい、弁護士というのはですね、普段からですね、議論、論争に慣れていないとですね、なかなかいい仕事ができません。我々はその法律を覚えること以上にですね、はるかに議論する能力の方を求められている職業です。なのでまず議論が嫌いな人っていうのはですね、基本的にですね、弁護士という仕事をするのはですね、非常にきついしんどいと思います。2番目はですね、人と話をするのが好きな人。これはですね、必ずしも議論に限ったことではなくてですね、依頼者から、ね、打ち合わせをしたり、相談を聞いたりですね、非常にいろんなことをですね、依頼者や相談者からですね、聞き出さなければいけないんですね。そうするとですね、かなりその相談や打ち合わせの時間っていうのはですね、長時間に及ぶことがあります。短くてもですね、大体法律相談でも打ち合わせでもですね、1時間ぐらいかかるのはごく普通のことで、場合によってはですね、打ち合わせの時間が2時間、3時間ということもあるんですね。したがって、人と話をする、コミュニケーションを取るということがですね、苦手な人、嫌いな人っていうのはですね、非常に向きません。確かに弁護士はデスクワークも多いんですが、人と話をする機会も多いので、やはり、弁護士にとってですね、人と話をすることが好きなことっていうのは大事な要素になると思います。3番目はですね、これかなり大事なんですが、文章を書くことが好きな人ですね。弁護士というとですね、どうしても皆さんイメージがあるのは、もう口が達者、弁が立つ、ね、議論もうまくてですね、頭の回転も早い、こういう人をイメージしがちなんですが、実は我々の仕事の多くはね、特に裁判所ですね、裁判所でですね、こちらの主張を展開するのはですね、ほぼ書面なんですね。我々は口で議論をするのではなくて、文章を書いて物事を論じてですね、議論をするんです。なので、原告が提出する訴状も、それからそれに対する反論、ね、答弁書、準備書面、これ全部ですね、口頭でやるわけではなくて、書面で起こしてですね、書き起こして主張を展開しますので、基本的にそういった文章力っていうものが大事になっています。文章を書くのが嫌いな人はですね、どうしてもですね、やはりこの弁護士にとって大事な書面作成という仕事ですね、これをですね、面倒くさがって手を抜いたりですね、なるべく手短にしてしまうという、こう考えてしまうわけですね。したがって、基本的にはですね、文章を書くことが嫌いな人はですね、あまり弁護士には向いていないと思います。そして、裁判で勝つ負けるというのはですね、ほとんど多くの場合ですね、どういう証拠が揃っているかとか、事件の事案の筋にもよるんですけども、基本的に弁護士の文章力で裁判の勝ち負けっていうの方向性が決まっていきますので、非常に弁護士にとって重要な能力です。したがって文書書くのが嫌いな人にとってはですね、結構辛い仕事になると思います。4番目はですね、本を読むことが好きな人。なぜかというとですね、弁護士というものはですね、結構調べ物をします。で、調べ物をしますので、かなり大量のですね、いろんな文献を調べて読み込みますので、本を読むことがですね、嫌い、苦痛、こういった人はですね、なかなか弁護士の仕事をやるのは辛いと思いますね。で、私の友人の弁護士にもですね、読書は嫌いっていう人がいるんですよね。必ずしもね、弁護士になった人みんながですね、本を読んだり勉強することが好きなわけではなくてですね、中には勉強も嫌いだし、本を読むのも嫌いだけども、弁護士になりたいから一生懸命頑張って勉強して受かったんだっていう人も中にはいるんですね。こういう人は合格したとしてもですね、いざ弁護士になってからですね、かなり仕事をする上では苦痛を伴うのではないかなというふうに考えます。最後の5番ですね。5番目はですね、これもかなり重要なんですけどね、いい結果を残す、ね、依頼者のためにいい結果を残すという意味で無視できないかなり重要な要素です。何かというとですね、勝負事が好きな人ですね。よくですね、弁護士の仕事というのは、ご依頼者のトラブル、ね、トラブルを相談を受けてですね、これに介入していくわけですから、非常にこうストレスの溜まる仕事であるということをですね、言われています。で、実際にストレス耐性がないとですね、なかなか弁護士という仕事は辛いと言われる弁護士の先生方もですね、いろんな動画で喋って
おられるようです。しかし私はですね、実際このトラブルに巻き込まれてですね、まあ、いろんな事件抱えますね。例えばたくさん抱えればその分トラブルに自分が首を突っ込むわけですけれども、ほぼストレスに感じたことないんですね。なんでかというとですね、本来ならばストレスに感じるであろうはずのですねトラブル、これを打ち消すほどにですね、私は勝負事が好きなんですね。つまり勝ち負けのあるものが好きなわけです。この勝負事が好きだとですね、やっぱ勝ちたいからですね、依頼者のために頑張ろう、ね、頑張ってですね、なんとか勝ってる、依頼者に喜んでもらおうと、こういうふうに気持ちになるわけですね。したがってですね、意外に思われるかもしれませんが、弁護士だからといってですね、皆さんが勝負事が好きなわけではありません。やっぱりね、仕事の効率を考えたらですね、ガンガン攻め込んでですね、相手に攻め込んでですね、主張を展開してですね、判決を取りに行くっていうことを目指してるんですね。ちょっと話し合ってですね、示談とか和解とかそういったことでですね、解決してしまった方が、実を言うと弁護士的にはですね、事件がいっぱい回転しますから、一件一件見るとですね、大きな解決はできなくてですね、非常にこの事件の回転率が上がるんで、トータルで見るとですね、この方が稼げたりするんですね。なんで、その依頼者利益を重視しないとかですね、あるいは自分があまり勝負ごと、ね、勝ち負けってそういうものにこだわってないと。いう方はですね、どうしてもこうね、簡単に済ましてですね、話し合いでてさっと解決しちゃおうと、まあ、こういう傾向がどうしても出てきてしまいますので、一件一件では儲からなくてもですね、いっぱい事件を回せばですね、結構な稼ぎになりますから、まあ、そうするとですね、それって本当に弁護士としていい弁護士なのかって疑問があるわけですね。やはり最終的に話し合い、最終的に和解で終わるにしてもですね、できるだけ依頼者に有利な形で終わらせるためにはですね、初めやっぱしっかりとこちらの主張をですね、組み立てて、十分相手をですね、追い込んでですね、もしこれ裁判で判決までいったらこちらが勝つ、相手の方が負けるというぐらいにですね、相手を追い込んでから話し合いでまとめるならまだしもですね、ちゃちゃっとね、ちょっとこう会って話をしてですね、こちらまとめちゃおうなんていうふうに考えてですね、手を抜いたやっつけ仕事的な仕事をする弁護士さんっていうのはですね、必ずしもですね、依頼者の利益になりませんので、依頼者のためにいい仕事をする、いい結果を出すということを考えたらですね、やはり弁護士は勝負事が好きな人でないと、まあ、なかなか忍耐強くですね、事件に取り組んでいけないと、こういうふうに思います。で、今日、5つのね、弁護士に向いている人のポイントを挙げたんですが、どれかあれば向いているということではなくてですね、今日話したことはですね、いい弁護士になるための条件として、この5つ全部備わっていないとですね、どれか1個でも欠けるとですね、弁護士としてですね、十分な仕事ができないと、いうふうに考えております。今、弁護士をされている方、それから弁護士を目指している方含めてですね、どのようにお考えでしょうか。弁護士になられて、もうすでに仕事している人はですね、今日の私の話を聞いて、まあ確かにそれ、実感するところあるよなっていうね、思われる方もいらっしゃると思います。はい。参考になれば幸いです。もしよろしければですね、なんかコメントを寄せていただけると、僕なりにですね、回答できるものは回答したいと思いますので、お待ちしております。では、また会いましょう。ご視聴ありがとうございました。よろしければ、チャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いします。